はいじゃあ始めます、えー、こんにちは、えー、と講師のソリマチです今日は、えー、とガイダンスのタイトルがですね、えー、と皆さん、お手元に、えー、と冊子が一部いっていると思いますけれども、えー、予備試験後の過ごし方、えー、今後の学習方法でライバルに差をつけるというタイトルで、えー、一応ガイダンスと。 ということでは一時間一時間ちょっとぐらいかなえっ、ー、とよろしくお願いしますでえっ、ー、とまあ皆さん予備試験えっ、ー、と受験していただいてあの受験本当にお疲れ様でしたで今後の学習の指針というところで、えー、まあ主に今日話をするのはやっぱり論文の話ですねで、えー、論文の対策というのをですね皆さんを脳のお,のお進めてられてるというふうに思いますけれども、えー、一つね。えー まあライバルと差をつけるですから、まあ他の人と違って少し上位のというかね、光る答案を書くにはどこを工夫すればいいのか、主にだから今後の学習においてどういう点を意識すればいいのか、でそれを論文、実際の論文の答案にどういうふうに反映させればいいのかというところをお話しできればなというふうに思います。で早速まあ中身の話いこうと思うんですけれども、えっとレジュメ開いていただいて一ページ目ですね。 予備試験後の学習方法ということで、まあ、今日主にこのテーマで話そうというふうに思っているのがその一番上の判例の射程を意識した論文対策の重要性とで、えーまあ、各々、ね、論文対策いろいろとあの実践されているところだとは思いますけれども一つ私が考えるというか、ねえーまあ、あの年間すごい 数のですね答案添削私もしてますで受験生の実際に書いた答案を何通も見てますでどういうところが意識されている答案は「あこの答案すごいなってこう」と光るなっていうふうに思うかというところの観点から少し今後の学習法に対するアドバイスということでこういうタイトルにしました。で今日このガイダンスの中で実際に1問解説してみようと思います。 その中でちょっと皆さんにつかみ取ってもらえればなというコンセプトでですねで、えー、題材とする問題はその1ページ目に問題文載せてありますけれども えっと、これは、えっと、レックのその合格答案作成講座という講座ですね。この講座で、えっと、実際に扱っているテキストの中に入っている問題です。で、一問ピックアップして、まあ、これを使って、どういう点を意識して勉強するかと。まあ、具体的にはそこにね、書いてあるように、反例の射程を意識した論文対策というところの実践を少し今日ここで披露したいと思います。で、まずですけれども、よいしょ。まあ、問題文があるので、 えーまあ、別にここで皆さんに今日試験するわけじゃないので、あの、肩の力を抜いて気楽に考えていただければいいんですけれども、えっ、ー、と、この問題、えっ、ー、と、先ほど言いましたように合格答案作成講座の問題集に入っている問題、一、えー、問、まあ、第5問というのをピックアップしてきました。で、えっ、ー、と、これはですね、実際の手法試験の問題を少し解題というかね、えっ、ー、と、アレンジして、えー、短めの問題文にして作ってあります。 で、えっ、ー、と、これについて、えー、皆さんがこの問題を見たときに、どういう答案を書くか、えー、どういうとこを意識して、どういうとこを気をつけて、どんなことを書くかというのを、まずちょっとイメージをしてもらいたいんですけれども、まず問題文ちょっと見てみましょうか。えっ、ー、と、よろしいですか、1ページ目。<laughs> で、問題文。うんと、暴力団の末端組員の孔が、組長である A から、えー、この車 A 車ですね、を廃車にしようと思うが、手続きが面倒だから、お前と何度か行ったことがある採石場に持って行って、後部座席に積んであるガソリン巻いて燃やしてくれや、というふうに指示をされたと。孔は、組長である A の指示であることから、これを引き受けた。A が指示した採石場は、人里離れた山中にあり、夜間人が訪れることは滅多にないと。と 夜になると、孔は一人で A 社を運転し、採石場に向かった。孔が運転を開始してから1時間ほど経った頃、トランク内から助けてくれ、出してくれ、という人の声が聞こえた。孔が道端に A 社を止めてトランクを開けてみると、トランク内には、ボール、同暴力団の幹部組員である V が手足をロープで縛られて横たわっていた。孔は、この時点で A が自分に事情を告げずに A 社を燃やすように仕向けて A を、V を、 焼き殺すつもりだったんだということに気づいたこうは V を殺害することに躊躇したがこう自身日頃 V からいじめを受けて V に恨み,、えー、恨みを抱いていたことから V をトランク内に閉じ込めたまま A 社を燃やす部 V を焼き殺すことを決意したこうは V が声を出さないように V の口をしゃがないにあったガムテープで塞いだ上、ね、もうガムテープが都合よくあるっていうのは何ともって感じですけどね で再び A 社を運転して採石場に向かったと。コうは V の口をガムテープで塞いだもの、鼻を塞いだわけではないので、それによって V が死亡するとは思っていなかった。コうはその後、山中の悪路を約1時間走行し、トランク内に V ト、トランク内の V に気づいた地点から距離にして約 20km 離れた採石場に到着。V はその間に蒸気走行による車酔いによる嘔吐。 でガムテープで口を塞がれていたため、その土砂物が機関を塞ぎ、採石場に到着する前に死亡したと。で、えっ、ー、と、問題は、この在籍を論じなさい。まあ、これ指示した方の A の在籍ももちろん問題になるんですけれども、当然、あの、本番のね、試験、小試験では A の方もね、えー、指示した方も何罪なんだっていうことは検討しなきゃいけないですけれども、えっ、ー、と、今回は特にこのこですね、えっ、ー、と、実際にこの実行行為やっている方の在籍。 まあ、監禁については検討する必要はない。だから、まあ、殺人を検討するんだっていうことは、それはいいかなと思うんですけど。はい。で、この問題を見たときに、さあ、皆さん、パッとこう、念頭に置くというか、思い浮かべる判例ありますかで、これはね、多くの受験生が一つの判例を念頭に置きます。この問題を読んだときあ、あの判例が聞かれてるのかな、というふうになります。 で、そこまでは、えー、通常の論文対策を皆さん受験生がしている中で、えー、受験生の書いた答案を見ると、そこまではみんなね、同じです。で、今日話したいのは実はそこから先なんですね。で、まあ、種明かしすると、クロロホルム事件、まあ、極めて有名な判例なので、えー、知っている方も多いと思いますけれども、このクロロホルム事件、 はい、これを皆さん念頭に置いて実際25年の,出題、えーと25年のね、司法試験の出題趣旨でも、えー、このクロロホルム事件があ出題趣旨の中で引用されていました、はい、でこれが念頭に置いて検討すべき判例、えー、素材となる判例なんですけれども、えー、この判例をね、えー、じゃあ皆さんがどのように理解しているかっていうことはこの問題について、えー、皆さんが書いた答案を見ると分かる。 ですね、どこまで的確にその判例を理解されているかとで、えーまあ、ちょっと問題検討の視点というところを先に見ちゃいますか後で見ますけれどもこのクロロホルム事件は、えーまあ、端的に言うとその2行でまとめましたけど第一行為第二行為の密接関連性を検討し一年一体の実行行為として第一行為の時点で殺人罪の実行の着手ありと認定した、まあ、こういう判例です、まあ一言で言うとこうやってまとめられちゃいます で、この、ね、検討を本文でもするんだと。第一行為、第二行為の密接関連性の検討をし、第一行為で実行の着手がありという認定をするんだと。まあ、するんだというか、それができるかどうかを検討するんだと。えー、いうことはいいんですよ。え、クロロホルムの判例が念頭に置かれれば、当案はそういう検討になるはずです。で、本文を見てみるとね、え、A 社、トランク内にいる部位の口をガムテープで塞いでトランクを閉じて、A 社を走行させる。まあ、これを第一行為とします。 で、採石場の駐車場で A 社に火を放って部位を焼き殺す行為。これを第2行為とします。第1行為、第2行為ですね。はい。じゃあ、ここで、こういう質問。本問において第1行為と第2行為の密接関連性を検討するのは果たしてなぜなのかどうしてなのか 密接関連性を検討するんだとクロロホルムの事件判例が、ね、示した3つの要素、考慮要素というのがありますけれどもそれを使って第1行為と第2行為の密接関連性を検討するんだというところまでは念頭に置かれるわけだけれども果たしてそれを検討するのはなぜなのか問題の所在ですねそしてクロロホルム事件の事案との違いそれはどこにあるのか。 クロロホルム事件の判例を使うんだということは念頭に置かれるんですけれども、果たして、えー、クロロホルム事件と全く同じ問題の所在なのかと、はいで。これが実はこの問題を書くと分かります、答案で、えー、答案上で、えー、それを読むと。実際にこれ25年の,あの過去問です、先ほども言ったけど。だからこの過去問について、えー、と受験生の書いた答案、私も本当に、えー、ものすごいたくさんの数読みました。でところが、 クロロホルム事件を書いている答案は大多数ですけれども今言ったこの2点が意識されている答案というのはそこまで多くないというのがあ私の印象ですね。でえー、もう種明かしからするとクロロホルム事件とこの本文では問題の所在は果たして同じなんでしょうかね違ううでしょうか。 でそ,うそういうところを考えていくとやっぱりこの判例の事案の特徴を抑えその問題の所在を抑えそしてその射程を意識するっていうような学習が普段からどれだけできていたかというところが答案上にそのまま現れてくるところなのかなと思います皆さんこれ、えー、まず一番最初に殺人罪を検討するとこの問題でねこの問題で殺人罪を検討するときにどんな問題提起しますその問題の所在は何だといいう,うに思いますか まあ要はこの密接関連性を検討するまでのそのリード文というかね問題提起の部分です。何が問題だと思いますか。自分だったらこうやって問題提起するなっていう文章をちょっと頭の中に今思い浮かべてみてください。この事案を読んで。 かか思い浮かびました多くの問題提起はこうなっていました、ちょっと,えっとレジュメに進みますけれども、えっと、3ページかな第2行為によって結果を発生させる意図、あるいは計画で第1行為に及んだ事例、こういうふうに整理されています、まあ、多くの受験生の中ではこういうふうに整理されていこ,この事案の特徴は。 で、そうするとさ、えー、っと、もう一回問題文戻りますけど、よいしょ。ここですよね。ここがやっぱり気になるんですよ。それによって部位が死亡するとは思っていなかった。この文章が気になるわけですよ。第一行為で死ぬとは考えていなかった。すなわち、主観的な意図、あるいは計画としては、第二行為によって殺害するつもりだったから、第一行為で死んじゃうと思ってはなかったよと。ここにこの問題の所在があるんだと。 っていうふうに捉えて、この事案ってだからこういうふうに整理されるんですよね。第二行為によって結果を発生させる意図で第一行為に及んだ事例。はい。で、こういう事案について、こういう問題提起がなされるんです、答案上で。第二行為によって結果を発生させる意図であったことから、第一行為の時点で実行の着手が認められるかが問題となると。そして、クロロホルムの規範を展開する。 えー、まあ、一連の実行行為論というふうに、えー、ここではネーミングしてますけれども、まあ、ああ、これはよく勉強されている方多いので、この中身の話っていうのはね、えー、もうここで説明しなくてもいいかなと思いますけれども、ま、あの、この辺に書いてあるのか。一連の実行行為論の説明。え、第一行為、第二行為が確実かつ容易に、第一行為が第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であったか否か、 丸一番。で、丸二番。第1行為以降、犯行計画を遂行する上で障害となるような特段の事情があったか否か。丸三番。第1行為と第2行為との時間的、場所的な接近性と。まあ、こういう判断要素をクロロホルムが示してましたよね。 えですから先ほどの話に戻りますけど、問題提起としては、第2行為によって結果を発生させる意図であったことから、第1行為の時点で実行の着手が認められるかが問題となると、問題提起をした上で、今のこの3要件というか3要素を検討すると。そういう形の答案になることが非常に多い。ただ、ね、えよくよくこれを、その答案を見るとね、疑問がつくんです。こう読んでて。あれと思うんです。これはあの、採点者側の思考過程ね。 それを読むと、うんって思うわけです。なぜうんって思うか。どうして、ね、えー、第一第2行為で結果を発生させる意図であったことが、どうして実行の着手の問題になるのか。主観面ですよね。行為者がこう考えていましたっていうのは主観面の話です。実行の着手というのは客観面の話ですよね。 え、どうしてここでは、その主観的な事情が客観面の認定の問題として跳ね返ってきて問題提起されているのか。そこがね、わからないんですね。今の問題提起の仕方だと。で、多くの受験生はこの問題提起になっていると思います。はい、ここがだから差をつけるポイント。ということに、まあ、ね、えー、種を明かすとそうなるんですけど。え、もっともっていうところを見てみましょう。 第2行為で結果を発生させる意図であったという主観面の事情がどうして実行の着手という、ね、客観面の問題として提起されているのかこの問題の所在について正確に理解しておく必要があるでしょうとここの理解が答案上で示されているとあやはりあしっかりと勉強判例勉強してきているなとその理解が示せているなという印象になりますね答案を読んでてはい でまあ、あの詳しい説明はこのレジュメにかなり詳細に入れたので、えー、じっくり読んでいただければそれ自体で、まあ、あの勉強になるだろうというふうに思いますけれども、えー、要するにですね、えー、この一連の実行雇論判例が展開したときにその問題の所在というのは実は、ね、このクロロホルム事件の場合と本問みたいな場合ではその問題の所在というのは実は違うんじゃないかと。 ああいうのが、ここでの一つの分析です。実行の着手って何ですかと聞かれたら、それは皆さん多分答えられるんですよね。実行の着手とは何ぞやと聞かれたら、それについての勉強はしていると。間違いなく。それは、えー、法益侵害の客観的なあ、現実的な危険性の高い行為が開始された時点だと。えー、実行の着手の定義を聞かれたら、そうやって答えます。 で本問で実行の着手が問題となっているとどうしてか、えー、一つは、えー、まあこれ二つに分けて整理してますけどね一、えー、番見てください第一行為に高度の危険性が認められない場合というふうに整理しました、えー、累計一が現実には第二行為を実行せずに結果不発生であった事案において第一行為それ自体には結果発生の高度の危険性が肯定できない場合 え実はですね、えー、クロロホルムの後に、えー、下級審でねこういう事案をまさにクロロホルムの,あの規範を展開して認定したという下級審の裁判例がありますでそちらの問題の所在を表すとこうなるんですよね、えー、殺人罪を例に考えるとこの場合仮に第一行為の時点で実行の着手が肯定できなければ第一行為は単なる殺人の準備行為であって殺人予備にとどまることになる。 そこで累計1位においては計画上の第二行為との一連一体的に第一行為の危険性を判断することによって第一行為の時点で実行の着手を肯定した場合客観的には殺人未遂罪の該当性が肯定できるという点に一連の実行行為論の実益があると言えるんですちょっと事案を見てみましょうか、えー、と参考判例つけてます判例二の方を見てみましょう7ページ まあちょっと長めに反信用してますけれども、重要なところ、アンダーラインを引いたので、8ページに飛ぶ形にしますか。これ、どういう事件だったか。被害者を殺害しようというふうに企てて、どういう計画を立てたかというと、まずね、自動車でぶつかって、軽く跳ねてですね。で、動きを止めると。動きを止めたところを、 え自,転えー、と自動車から降りて、えー、ナイフで取突してとどめを刺すとそういう計画です。だからここに書いてありますけれども、えー、自動車を被害者に衝突させ道場を転倒させその場で道場を刃物で刺し殺す、まあ、そういう計画を立てたでその計画によれば、まあ、計画は、ね、キーワードですけどね、えー、計画を考慮して、えー、実行行為の危険性を判断していると。 はい、でだから第一行為は自動車を衝突させる行為で第二行為は、えー、ナイフで、えー、刺し殺すという行為ですで。今ここで第一行為の時点で実行の着手が認められなければ第一行為は殺人予備罪なんで、ね、計画上の準備行為なんで、ねえー、あくまでもその1突行為が殺人の実行行為である。でその計画として え準備行為をしまず相手の動きを止めるという行為をしたんだと。ところが、ちょっと考えていただきたいのは、これ、実際にはえっと何キロでかな時速20キロですねこ、こ,ここに書いてある、時速20キロで衝突させると、20キロメートル、20キロで車を衝突させるのが第一行為です。 ちょっと考えていただきたいのがこれもし仮にだよ100キロで衝突させてたらどうですか第一行為が100キロで車を衝突させる行為だったらだったらこれどうなりますか第二行為との密接関連性の検討って必要ですかね 仮に1 0 0キロで車を衝突させる行為であればそれ自体極めて高度な危険性があってそれ自体でも人が死亡する可能性が十分にあると。とすれば第一行為だけ単体で捕まえてきてこれが殺人の実行行為ですって言えば少なくとも1 0 0キロでね え人に車を衝突させる行為がこれあの殺人の準備行為ですって客観的にはそうはならないそれ自体が人を殺す行為でしょってそういう評価ができるはずですよねところが20キロだったんですよこの事案ではでそうすると確かに20キロであの人が死亡する危険が全くないっていう話ではないですよもちろんそういう危険は抽象的にはありますよ20キロでも死ぬ可能性はあるわけだからね全く危険じゃないってそういう話ではないけれどもその危険性がね でその行為自体単体で評価すると必ずしも殺人の実行行為といえるほどの人の死亡結果を弱気するような高度の危険性が肯定できないんじゃないかと20キロで当てる行為はねそれ自体単体で見るとでそういう時なんですよそういう時にすぐ後ろに控えている第2行為極めて危険な第2行為もう人を殺す殺害する行為そのものですよね刃物で死塞すると。 いうね、すぐ後ろにそういう殺害行為そのものが控えているすぐ後ろに殺害行為そのものが控えている第一行為についてはもうその時点から危険が発生したって評価できるはずだろうとそういうために第一行為と第二行為が密接関連性があるのかっていうことを検討するわけですよ、えー、ちょっと今の話また戻るけれどもレジュメ。 えっと、今の話、この、ここに書いて、えっと、3ページのこれに対してっていうところ。え、これに対して、もし第一行為、それ自体で結果発生の高度の危険性が肯定できるのであれば、え、それをもって、第一行為を実行行為と、第一行為の時点で実行の着手と評価することは問題ないはずですよね。ただ、少なくとも客観面の認定として、先ほどの一連の実行行為論っていうのは展開される実益がなくなるはずなんですよ。 ね、殺人、それをもって殺人未遂に該当する、客観面の認定としては、殺人未遂に当たるとすることに問題は生じないっていうふうに考えることもできるから。で、この場合、やはり、ね、この場合問題となるのは、もっぱら主観面、故意の認定だよね。え、先ほど指摘したように、行為者が第一行為の危険性の認識を書いていた。まあ、具体的には第一行為では死ぬことはないと思っていた。あくまでも第二行為で殺害するつもりだったから、第一行為では死なないと思っていた。 第一行為が危険客観的には危険だったとしても、ね、その危険性の認識を欠いていたこの点が主観面の行為の認定ででは問題となり得るでしょうしかしながら主観面の行為の問問題題ととして、ね、問題とななるに過ぎないはず、ね、そういうふうに考えることもできるでしょうだからこういう事案であれば実は論述上で問題となるのは行為の認定になるはずなんですよね行為の認定の箇所で問題提起されることになるはず。 で、今見た判例丸二がまさに、ええー、この類型の事案でしたけれども、判例丸二は、被告人が自動車を被害者に衝突させ、転倒させるという第一行為ですねで。その場で刃物で刺し殺す第二行為という犯行計画を立てる。で、第一行為に及んだものの、結局第二行為には及ばなかったという事案だった。 これ、あの、中止犯が問題となる事案でしたね。えー、この判例るには。あの、実は第一行為をやった時点でもうやめちゃった。その後の行為を、いか、あの、やんなかった。ね、えー、もうやめようっつ言って、えー、やめたんです。で、その範囲を翻した。だから、中止未遂が問題となる事案でした。で、ところが、その、やめた行為、えー、やめる前のさ、その、車を衝突させる行為しかやってね、実際に、あの、差し殺すっていう行為に及んでないから、えー、まさしくこの、えー、第一行為ですね。車を衝突させた行為。この行為が、 殺人の準備行為なのか殺人の実行行為なのかは極めて重要な問題なわけですよ殺人未遂になるか殺人予備になるかそこで決まるわけですよそういう事案でした、はい、でこの事案では実際に行われた第一行為が時速20で自動車を衝突させるという行為でしたところが仮にねこれが時速 100km で衝突させる行為であったとしたらどんな判断になっただろうか こういうことを考えて、判例の射程って勉強していくんですよね。こういうことを考えて検討していくことによって、この事案の特徴がどこにあるのか、問題の所在がどこにあるのかっていうことを掴んでいくっていう、この思考過程ですで。そうするとね、時速100キロメートルで自動車を人に衝突させる行為は、それ自体で人を死亡させる高度の危険性がそれ自体で肯定できるだろうから、第一行為はそれ単体で殺人の実行行為として評価できるというふうに思われる。 でそうであれば、先ほども言ったように、少なくとも客観面の認定では、わざわざ第二行為との密接関連性を判断して、一年一体の実行行為だっていうような認定にする必要はないんだよね。第一行為自体が危険です。実行行為ですって言えば足りるはずなんですよね。でもちろんこの場合でも、被告人が第一行為で殺すつもりではなく、あくまで第二行為で殺すつもりであった。ね。というのであれば、行為の認定は問題となり得るが、 まあ、なり得るがです、ね、100キロで人に,来る人に車を当てといて殺すつもりはなかったって言っても実際にはその弁解通んないですよでそんなことやってたらそれは人の殺すつもりはなかったっつってもそれは無駄無理ですよというふうになると思いますけれども、えー、理屈上はね故意の認定は問題となり得るがしかしそれは故意の問題なんだっていう整理になるはずだよね、えー、少なくとも、えー 客観面の4ページですね。実行行為は第一行為のみを認定すればと。実際にね、だからこれ、あの、実務上は実行行為が何かっていうのは、あの、基礎上を見るんですよ。で、基礎上の構想事実を見るんですね。で、構想事実に実行行為が特定されていると。で、実際にだからそういう事案、まあ、こういうね、100km で衝突させたっていう事案であれば、ね、もうその 100km で衝突させたっていう行為だけがもう実行行為として、えー、記載されているはずです。 基礎上のの事実も第一行為のみが記載されているとだから第一行為をし第二行為をするみたいなねこう一連一体の実行行為っていう形で記載さる必要がないからはいじゃあこのねすなわち我々は今実行の着手を検討しようとしてるから基本中の基本だったんだよね実はね実行の着手とは何ぞやと聞かれたらそれは危険性なわけでしょだから危険性を判定してるわけで で、じゃあ、その第一行為自体の危険性って何なんだっていうところ、その観点から判決文を見ていくと、こういうふうに書いてある。えー、被告人は、あー時速約2 0トルで被害者を背後から衝突させているところ、この行為自体で被害者を死亡に至らせることがある。えー、危険性について認定している部分書はここなんですよ。この判例でね。この行為自体で被害者を死亡に至らせることがある。 したがって、判例丸二がね、えー、第一行為は全く危険性を欠く行為だったとまでは言ってないと、えー。およそ危険性を欠く第一行為があったとまでは言っていない。だそういう意味では、第一行為そのものを、ね、単体で評価してもギリギリ殺人の実行行為だって言えるかもしれない。しかしですね、えーまあ、確かにって書いてある。確かにいくら低速であろうと、えー、自動車を衝突させる行為は、抽象的には人を死亡させることがあり得る危険な行為と言えると。 しかしながら、もっとも、この行為を単独で評価すると、一般に人を死亡させる高度の危険までは、必ずしも認定できないんではないかって、実はここに問題の所在があったんですね。この判例の問題意識はここにあったんですよ。そこで第一行為に殺人罪の実行行為性あり、言い方変えると、第一行為の時点で殺人罪の実行の着手あり、 と、ね、胸を張ってそういうふうに認定するための、いわばダメ押しの理由付けとして、一連の実行行為論が登場しています。すなわち、第一行為、それ自体はそこまで危険ではなかったかもしれない。けれども、ね、第一行為と第二行為は密接に関連する一連一体の行為だ。 そうであれば非常に危険な第2行為1つ行為がすぐ後ろに控えていたんだから第1行為の時点で殺人の実行の着手が認められると極めて危険な行為がすぐ後ろにあったんだからもうその第一行為の時点で、えー、殺人の実行の着手がありと認定できるんだよと、はい、こういう理由で殺人予備ではなくて殺人未遂の客観的該当性客観的な該当性ですよ、ここでは故意、えー、の問題ではなくて実行の着手の問題としてここを肯定したと。 というふうふに整理することがでできるんです、はいまあ、これ言い方変えるとですね「も、え、のー、の本」とか、えー、難しい学術的な言い方をするとこの累計は処罰範囲の訴求的拡張の累計とか言ったりしますね。えー、処罰範囲の訴求的拡張つまり前倒し前倒しで処罰すると。 今ね、でも判例は非常にその傾向強いです。これは私弁護士としては非常に危機感というか懸念してますね。今の判例の流れってこの傾向非常に強い。とにかく前倒しで処罰すると。つい最近も詐欺罪でそういう最高裁判例出たの皆さんご存知ですか知ってるかな詐欺罪の実行の着手の問題で、 えー、もうとにかく前倒し前、だからあれですよね、結局、何年か前にあの、共謀罪が非常に議論になりましたけれども、発想としてはそれに近いよね、もう予,備予備計画、ね、あるいは共謀、ね、そういう段階を捕まえてきて、えー、実行の着手だって言って、えー、処罰する、まあ、すごいざっくりとそういう発想。 が最近の傾向ととしては強いいんじゃないかなかこれはちょっと学者の先生に頑張ってもらって継承を鳴らさないと少しその傾向に歯止めをかけないとまずいんじゃないかなというふうに私個人的には思ってますけれども、えーまあ、そういう話つまり、えー、予備じゃなくて未遂で処罰すると自己の着手ありと、ねえー、普通に考えたらその時点ではまだ、ね、その行為だけ見たらまだ危険はそんなに発生してなかったかもしれないときに、ね えー、いや、その時点で危険が発生しているからこれは実行の着手がありなんだよというふうに言うための理論です、これは。まあね、あのだから行き過ぎると今言ったようにね、この理屈は行き過ぎると、えー、予備を未遂で処罰するための理屈にすり替わっちゃうからちょっとそこは気をつけなきゃいけないかなというふうに思いますけどね。 いいですかでそうすると、だから、この類型では、実は、このね、クロロホルム三要件三要素っていうのは、こういう位置づけで整理できるよっていうのが、この板書です。これで見えるかな。まあ、ちょっと今日ガイダンスなんで、あの、ガチな、ガチの講義っていう話じゃないんで、あの、一生懸命メモを取らなくて大丈夫ですけど、え一応、この板書でまとめてきました。すなわち、ね、行為1があって、 計画上の行為2がその後ろに控えてました。でこの計画でもって行為1をやりました。っていう事案を想定してます。で、我々がまず実行行為で一番最初に客観面で判断しなきゃいけないのは実行行為なわけだから、行為の危険性なわけだから、でそうするとまず当然ね、えー、この現実に行われた行為丸1の危険性を判断するわけですよね。だから思考過程のステップ1は、 行為丸一のみ単独で危険性を判断する。これがステップ一なわけですよね。で、そこで、さっき言ったように、高度の危険性が肯定できる、丸であれば、実はもう行為丸一が実行行為でいいわけですよ。客観面の認定はこれでおしまいにできるわけですよ。ところが、今見た判例、裁判例、そして、ね、この問題ですね。今、今日検討したこの問題のようにね。 第一行為、それ自体では危険性、高度の危険性までは肯定できない。あるいは三角。危険じゃなくはないけど、高度の危険まではねえかな、みたいなね。そういう場合ってことでダメ押しが欲しいな、っていう時っていう時に、これ、第一行為単体で評価しちゃうと、殺人の準備行為にとどまってしまう。予備罪にとどまってしまうんじゃないか、って、ここに問題の所在があって、その場合にステップ2に行くと。 行行為, ① 行為, ① 行為 ① プラス丸二これが一連一体で危険性を判断するとどうなんだっていう視点にいくわけです。そこで検討されているのがこの密接関連性だとか接着性だとかっていわれるこのクロロホルムの判例が提示した3要素ですよね。第一行為の必要不可欠性であったり。 第二行為に行く過程において特段の支障がないっていう話だったり、あるいは第一行為と第二行為との時間的場所的な近接性であったりと、こういう要素を捉えてきて、第一行為と第二行為が密接関連してるんだ、というふうに言えれば、だからこのステージ2の判断で丸になれば、それは第一行為の時点で実行の着手ありといすなわちここでは第一行為と第二行為が一連一体の実行行為と判断されています。 一年一体の実行行為の開始時点だから第一行為の開始時点で実行の着手はありこの認定ができれば客観的に未遂罪に該当すると殺人未遂に該当するってことができるわけだよね結果が発生すればもちろん殺人既遂ですけれどもここで、えー、密接関連性がなし罰になっちゃうとまた予備,罪に戻予備罪の世界に戻ってきますけど だこのステージ2に、えー、これがね、えー、まさしく、えー、本問で、えーまあ、今日見てる問題もね、えー、ここのレベルでこの問題が展開されるんだ。という話でした。で、実はこう説明を受けると皆さんが勉強していたクロロホルムの事案とだいぶ問題の所在なんか違って聞こえてこないですかクロロホルムを勉強したときこういうふうな整理しました。 クロロホルムは第一行為はクロロホルムを吸引させる行為です。で第二行為は崖から水中に転落させると車ごとそういう行為でした。あの事案を学習した時にね第一行為自体の危険性に着目して第一行為自体の危険性が弱いからだから第二行為との関連性を検討したんだっていう整理をしましたか まあこうやって有機的に判例がつながっていくわけですけれどもえとこの画面そのままにしながらじゃあえとレジュメ進めますかえと今の話もう先に種明かしするとクロロホルム判例見てみましょう7ページのえーまあ判,例判例1が6ページからありますがこれクロロホルムね で7ページの、えー、と縦2の段落のもう冒頭1行目、あ、ごめんなさい。縦2の段落の1行上だ、えー。だから縦1段落の一番最後、括弧5の段落だな。ここをちょっと着目してください。しかしの後ね、しかしの後。クロロホルム事件ではこう認定されてるんですよ。客観的に見れば第一行為は 人を死に至らしめる危険性の相当高い行為であった。はい。人にクロロホルムを嗅がせる行為っていうのは、それ自体極めて危険な行為です。それで死んじゃうかもしれない人が。ですよね。ってことは、皆さん、えっと、クロロホルムを勉強したときに、ね。 第一行為自体が殺人の実行行為性を肯定できるほど危険な行為ではないんだっていうふうには整理してないんですよ。してないはずなんです。判例がこう言ってるんだもん。第一行為の危険性を思いっきり認定してるわけです。これだってさ、この言葉を使うときって普通は実行行為性を認定するときの言葉の使い方でしょ人の死亡、人を死に至らしめる危険性の相当高い行為ですよ。相当高いって言ったらもうそれ認定できちゃうじゃないですか、実行行為性は。ですよね。 だから実は今日解いた問題そして今見たこの判例とクロロホルムは実は事案違うんだということなんです。えー、そこがね結局答案にこ,ここの事案の違いが意識されずにバッとクロロホルムの規範が始まるとやはり答案としては今一つっていう感じになって、ねえー、そこが、えーまあ、他者と差をつけるポイントなんじゃないのかなと。 はい。で、えっ、ー、と、レジュメ戻りますけれども、そろそろいいかな。載せちゃって。このカッコ2番ですね。4ページ。第一行為に高度の危険性が肯定できる事案ってことです。これが累計2つ目。それでは第一行為、それ自体に高度の危険性が肯定できてしまう場合であれば、もうそれでいいじゃんって話になるのかと。 およそ一連の実行行為論を展開する実益は生じないという話でもういいんですかねと。はい。ここで出てくるのがクロロホルムなんですよ。現実に第2行為まで実行し結果を、結果を発生させた事案において、第1行為、それ自体に結果発生の高度の危険性が肯定できるものの、結果と因果関係、死因が特定できない場合。 はいえー、クロロホルムの事件の事案の特徴というか特殊性というかね、えー、その射程を考える上で決定的に重要な事情というのは実は、えー、これなんじゃないのかなというのがちょっともう一回判例行ったり来たりして申し訳ない7ページここです括弧1の縦1の括弧4ここですね縦 14V の死因は溺水に基づく窒息であるか。 そうでなければクロロホルム摂取に基づく、えー、呼吸停止等であるがそのいずれであるかは特定できないクロロホルムの事案の特徴そして問題の所在は実はここにあるんですよと考えると本門とはだいぶ問題の所在は違うでしょう本門は第一行為によって人が死んだ事案ですよね いいですかこの場合、えーと、クロロホルムに話を戻しますが、第一行為と第二行為、でしかも第一行為、それ自体極めて危険だから、第一行為単体で捕まえてきて、実行の着手って言っちゃうことはできる、できるんだけど、そういう認定をしちゃうと、実は死因が不明だから因果関係が認定できないってことになっちゃうんですよね。クロロホルムの場合は。 はいえー、レジュメもう一度戻りますけれども、4ページ、えー。同様に殺人罪を例にとって考えてみると、仮に第一行為、それ自体の危険性を持って、第一行為を実行行為と評価できたとしても、その行為と結果との因果関係が肯定できなければ、第一行為は客観的には殺人未遂にとどまることになっちゃう。そこで この類型ににおいては、第一行為と第二行為を一連一体の実行行為と評価することによって、そのいずれの行為から結果が発生したか、死因が特定されていなくとも、結果の奇跡を肯定できるとした場合、客観的には殺人、奇遂該当性が肯定できるよと。ここに一連の実行行為論の実益がある。第一行為と第二行為は一連一体の一個の実行行為だと。一個の実行行為から死亡結果を発生させているから、 でそれは死亡結果を軌跡することが可能になると。バラバラに見ちゃうと、第一行為と第二行為、どっちで結果が発生したか分かんない。結果として軌跡させられないんじゃないか、という問題が生じちゃう。ところが、一年一体の一個の行為と見れば、いずれにしろその行為から、その一個の一年一体の一個の行為から死亡結果を発生させた以上は、結果の軌跡問題ないよね。はい。 まあ、これに対してっていうところをちょっと進めてみますけど、これに対して、もし結果を発生させた行為が第一行為であったと特定できるのであれば、ね、え客観的に結果発生の高度の危険性が肯定できる第一行為、ね、すなわちそれ自体で実行行為と評価できる第一行為によって結果を発生させたと。まあ、によってっていうのが、これ因果関係を表す言葉ですけど、よってっていうのが第一行為と結果との因果関係を全部認定できるよね、と。 そうすると少なくともね死因が第一行為で特定できていれば少なくとも客観面の認定としては一連の実行行為論を展開しなくとも殺人起制罪に当たるとすることに問題は生じないと考えることもできるはずやっぱりこの場合も問題となるのはもっぱら主観面ですよね故意の認定だよねすなわち行為者が第二行為によって結果を発生させることを認識していたから因果関係の錯誤という問題 客観的には第一行為によって人が死んでしまったと。で、その第一行為は殺人規制罪の該当性が客観的には肯定されると。ところが主観面では、ね、第二行為によって死亡させるという認識だったから、そこで錯誤なわけでしょ因果関係の錯誤。そういう話になるはずだよね。論述上もやっぱり、えー、この場合は行為の認定の箇所で問題提起されることになるだろうと。 えー、判例丸一はね、被告人がクロロホルムを被害者に吸引させて失神させ、同人を乗せた自動車を、えー、自動車ごとね、崖から川に転落させて、まあこれが第一行為第二行為ですけれども、溺、え、死、ー、させるという犯行計画を立てました。そして第一行為と第二行為に及んだ事案だった。 で、さっきのフローチャートで言うと、まずは第一行為の危険性を判定してみようよとなったところ、第一行為の危険性について、さっき見たけどさ、判決文では、客観的に見れば第一行為は人を死に至らしめる危険性の相当高い行為であったと、こういうふうに判事しているわけですから、第一行為それ自体単独で評価しても、相当高度の危険性を肯定できてるってことがわかります。え、第一行為の危険性について、さっき見た判例丸二の方はね、えー、死亡に至らせることがある。 という表現なので、だいぶテンションが違うっていうのはわかるでしょえー、先ほどの判例丸2と違って、このクロロホルムの方は第一行為自体の危険性が極めて高い事案なんだってことになるんですよ。でしかし、この事案では被害者の死因がね、第一行為によるのか第二行為によるのかが特定できないという事情があった。ここに特殊性がありました。 すなわち、第一行為を第二行為と切り離して、別個の行為として評価してしまうと、実行行為性は肯定できても因果関係が証明されないと、ここに陥っちゃうということになってしまう。そこで、両行為を一連一体の実行行為と評価することで、結果としてね、死亡結果の奇跡の可否を可能としたというところに、一連の実行行為論の問題の所在があった。今の話を、今度は累計2でえまとめてみるとこんな感じ。 これ、えっ、ー、と、図の意味はいいですよね。もうちょいを、もうちょいズームにする。すなわち、第一行為は、それ自体、ね、えー、普通に考えたら結局実行行為、結果、因果関係、行為って、これ順番で検討していくんだけど、でね、ね、パッとこう、まず第一行為を検討を始めると、この高度の危険性があるから、実行行為性は第一行為そのものでも認定できるな、っていうところがスタート。ところが、死因が分かってないから、 ここの死亡結果を奇跡するっていうところの因果関係で壁にぶつかっちゃうっていう事案なんですよね。そこでどうするか。第一行為と第二行為は密接に関連する一連一体の行為であるとすることによって、この一連一体の行為から死亡結果が発生したと考えれば、まるっと結果の奇跡が肯定できて殺人、奇遂になるだろうと。 そしてこの第一行為と第二行為が密接に関連してるかっていうところのメルクマールとして先ほどの3要素が出てきているこういう位置づけで整理できるでしょうはいだからクロロホルムのこの3要件3要素を使う問題事案として皆さんはどっちの類型の問題に今望んでいるのかというところが答案上で実は意識されているか。 ここがですね、まさしく、あの、本日のガイダンスタイトル。ライバルに差をつけるポイントということになるんでしょう。はい。で、えー、ちょっと種明かしを続けますが、あ、これ、もう少し、あれかな映した方がいいかな。えっ、ー、と5、5ページですね。検討上の注意点、まとめに入ります。検討上の注意点。はい。各判例の事案における、 一連の実行行為論の問題の所在は一応このように整理することができる。もっとも、とりわけ判例丸一クロロホルムの理解については、いまだに学説の議論が錯綜していて、問題の所在の整理の仕方も一応ではないです。これは本当にもう、あの、学、学、学者の世界というかね、学会でもこの判例の理解についてはもういまだにけんけんがく学学やっているようなところがあってね。 えー、この判例はもう唯一、唯一絶対の整理の仕方がこれですっていうふうには提示できないと思います。ただね、ええー、まあ、あの、要はだからそ、そういうことをやってくださいっていうのが今日の目的じゃなくて、その事案の特徴とか違いとか問題の所在を捕まえるような学習の仕方をしましょうというのが、えー、今日のコンセプトです。そこから先皆さんがどう考えるか、それ自体はどういうふうに考えてもいいと思います。 その問題意識が答案に出ているっていうことが、まあ、あの、見る人が見ると分かるので、それがまさにライバルに差をつけるポイントなんじゃないかなと。例えばですね、そこにも書いてあるけど、判例丸1と同様のね、犯行計画、つまりクローホルム事案、事案でね、えー、同じような犯行計画を後師者が立てていた場合で、少し事案が異なって、ちょっと事案異なってね、ちょっと事案変えて出題して、クローホルムを吸引させた時点でもうすでにね、クローホルム摂取に基づく呼吸停止に、 よって死んでいたとい、すなわち死因が第一行為によるものであると証明されたという場合であったら、この場合どういう判断になるのかと。はい、ここでかなりだから、あー理解の仕方によって分かれてくる。えすなわち、これは第一行為それ自体に結果発生の高度の危険性が肯定でき、かつ第一行為と結果との因果関係も肯定できる場合、こういうふうな整理になるよね。もしこういう事案だったら。 はい。この場合にどういうふうな、答案になるだろうか。どういう論述の展開になるだろうか。ここはまさに判例丸一の射程が鋭く問われてくるんですよ。この事案だとね。先ほど説明したね、理解に従えば、先ほど説明したその括弧一括弧二の累計分けの理解に従えば、今の言った場合、えすなわち、ね、第一行為自体超危険で。しかもその第一行為から死亡結果が発生した。因果関係もバッチリ証明できた。この事案であれば、 ね、少なくとも客観面の認定、ねえー。実行の着手の認定の問題としては、一連の実行行為論を展開する必然性はない。第一行為をそれ自体実行行為として、殺人規則罪の客観的該当性を認定できる。まあ、実行行為、結果、因果関係、いずれも証明できるからね。第一行為、それ自体で,で。そうすると、ね、えー、第一行為で実行行為、結果、因果関係を全部認定した上で、ね、 えー、主戦場はだから恋の認定になる。もっぱら主観面、恋の認定で因果関係の錯誤の問題を処理していくと。こういう思考過程で、当案上もこういう整理の仕方になっていくはずですね。これが一つの思考の整理の仕方。で、これに対して、ね、この場合もなお判例丸一の射程が及ぶんだという整理の仕方もあり得ます。客観面の実行行為、実行の着手の認定で、 ねえー、こういう事案でも、なお、行為者の犯行計画を考慮した、第二行為との一連一体性を検討する必要があるんだ、と整理する理解もありま、まあ、こういうふうに考えている、え、見解、え、学者の見解もあります。いいかな。えっ、ー、と、今ここで話しているのは、判例の事案を二つ、こうね、類型化して整理した上で、その上でその射程を皆さんがどう考える、どう分析するかっていう、その一個先のステージの今話してますよ。ね、えー、 第一行為自体が危険で、それによって死亡したっていう因果関係まで証明できれば、もはや客観面では、ね、一連の実行行為って言う必要はないっていうのが一つの整理の仕方。で、もう一つは、その場合もなお一連の実行行為って言う必要があるんだと考える整理の仕方。これはどういう考えを背景に持っているかというと、すなわち、ね、およそ行為者が内心において第二行為を留保して行った場合の第一行為の危険性は、第二行為との密接関連性を検討しなければ判断できない。ま、こういう一 論をねえー、一般論を展開している判例なんだと、判例一クロロホルムがね、結局、このクロロホルム事件の判例を、こういう一般論にまで、えー、拡大して、ね、射程を広げて捉えていく理解ということになります、えー。ある行為が行われたと、ある行為が行われた、この行為の危険性ってどう判断するんですか、この問いです、まさに、もう抽象的にはこういう問い。 ある行為が行われた時に、その行為の危険性はどう判断するんですかと問われた時に、ね、この見解を取る人はこう答えます。それは主観面を考慮しないと判断できません。およそ。だから、第二行為を留保して行った第一行為であれば、ね、その計画、主観面が第一行為の危険性に影響を及ぼすから。だから、いかなる場合でも計画、主観面を考慮しないと第一行為の危険性は判定できないんですよ。 っていう一般論で答えることになる。この理解の仕方はね。でそれに対して、先ほどの私が説明した理解の仕方は、客観的危険性だから、第一行為自体で人を殺す危険性があれば、それだけで認定できる。まあそういう発想ですね。極論すると。ね、計画どうの子なんて言う必要ないでしょうと。第一行為自体が危険だったら、客観的に危険だったら、それで認定できるでしょうで。そういう発想。そこに対立の、対立軸があります。これさ、あの、 ま,あまた別のところでやりますけどあの今年の司法試験先週終わったばっかり刑法皆さん見ました刑法の論文試験今年の,あの出来たてほやほやというか、ね、出題されたてほやほや今年の司法試験がちょっとお前話がまたずれちゃうんですけど司法試験出題のなんかねあの出題形式が変わってまして。えー あの、今まではだから在籍を述べなさいっていうだけだったんですけど、出題形式が今年変わってまして、ちょっと、なんか、あの、今までと違うんですよ、問題の出題の傾向が。で、また、これは別の機会で、今年の問題についての分析会はやろうと思ってますけれども、えっとね、まさにね、今言ったような問題意識がね、背景にあるような問題が出題されていましたね。ごめんなさい,い。それ以上具体的に今は言えないんだけれども、私もそこまで分析まだしてないから。 先週の土曜日だよね,だってねま,だま,だまだそこまで分析できてませんけどえすなわちある行為の客観的な危険性っていうのはね、えー、行為者の主観面を捉えて、ね、主観面の事情を考慮して判定しないとその危険性っていうのは判定できないはずだという考え方があるわけですよでそうするとねえー、行為者がどういうことを考えていたかっていうことに、ね、あるいはまあ一般人でもいいけど一般人の認識し得る事情とかね えそういう言い方したりしますけどねいわゆるあの、えー、具体的危険説と、まあ、皆さんがあの学説のネーミングで勉強するのはあれです実行行為の危険性は、ねえー、一般人が認識し得る事情そして行為者が認識していた事情をも、えー、とに判断するんだというああいう発想でね、えー、その認識っていうのがあるいはその主観面っていうのが、えー、行為の客観的な危険性に影響を及ぼすと。 ま、主に不能犯のところでこのね、議論はされてますけどね。ちょっと話が、とっちらかりました。そういう話、つまり、えぇ、客行為の危険性を、どういうふうに判断するんだっていう話に繋がってくるんです、これ。はい。で、えぇ、ー、ま、いいや。そこはだから、ど、どちらで考えるかは皆さん次第というか、どちらでもいいし、あの、どちらで考えるか自体は、ね、えー、そこはだから、えっと、合否に影響を与えないはずなんですよ。 そういう問題意識が答案上に現れて思考過程が現れたかが合否に影響を与えるというか、まさにライバルと差をつける答案になるかと。えー、まさしくですね、この25年の出題趣旨でこう書いてありました。えー、構成要件の実現が早すぎた場合の実行の着手時期等をどのように考えるかという点だと。えー、この点については平成16年3月、これクロロホルムね、クロロホルムが参考になる。 また、この判例の考え方に従わない場合も、同判例を意識しつつ、殺人の事故の着手時期についての事故の見解を説得的に論証した上で的確な当てはめを行う。これが司法試験で求められてました。で、結構これ珍しいです、この出題趣旨は。つまり、判例に従わない場合もって書いてあるでしょ。判例に従わない場合をこう許容するっていうのを、こう、明文で出題趣旨で書くのってなかなかないんですよ。珍しいです。 ま、それぐらいこのクロロホルムの判例自体がもう議論錯綜して無茶苦茶な判例だから、ね、え一定の方向性っていうかその一つの方向性で示せないっていうところがあるんですけどね。はい。で、このように、え出題趣旨でも判例の考え方に従わない見解の許容性について明示的に、え付言されていると。ま、そもそも判例の考え方に対する理解が一様に固まってないからっていうところもありますけど。えした従って少なくとも当案上で一連の実行行為論を展開する場合には冒頭で挙げたような ね、こう、万全とした問題提起だから、ね、第二行為で殺すつもりで第一行為に及んでるから、第一行為で実行の着手が問題となるよって書くだけじゃわかんないんです。何が問題の素材になってるのかが。そういう問題提起の仕方だと不十分なんです。で読んでてもわかんない。どうしてこれ実行の着手を問題にしてるのかな、この人は。っていうふうに思っちゃうで。そうじゃなくて、そこでね、このクロロホルムの一連の実行行為論を展開するのであればね、 この判例の射程も意識しながら、その事案において、いかなる意味においてね、この実行の着手、一連の実行行為の認定が問題となっていて、その検討の実益がどこにあるのかを意識して論述することができれば、より良い論述になると思います。まあもちろんね、クロロホルムの規範を展開し、その当てはめができているって、ここでまずベースとしての点数はつきます。 だそこがまずだからあの最低限獲得目標というか、ね、そこから先一歩上の答案一歩光る答案に行くために意識するのがこういう話なんですよこの判例の射程という話、ね、クロロホルムの特殊性はどこにあってそれと本門の違いはどこにあるのかとはいこの観点から今の本門分析してみましょうというのは問題分析つけておきましたけど そうするとさ、えー、本問において犯行計画は、ね。まあ、これさっき確認したけど、A 社のトランク内にいる部位の口をガムテープで塞いでトランクを閉じて、A 社を走行させるっていう第一行為があるわけですよね。でその後、採石場の駐車場で A 社に火を放って、ね、これ第二行為。そして焼き殺すという計画だったと。で、本問は現実に被害者の死亡結果が発生しているという点でね。えー、ま、この点では、えー、 判例丸1、クロロホルムに近い事案で起水結果が発生していると。しかしながら、本文で、え V は走行による車酔いが原因で王と、その吐射物が気管を塞いで窒息死と、ま、死因が特定されているんですね、事案。えっと、問題文の中で。そうすると、ね、すなわち被害者の死因が第一行為によるものであると明確に認定できている、特定できているという点で、これはクロロホルムと事案が異なってるわけですよ。 他方で、第一行為、それ自体の危険性を分析してみると、確かに、ガムテープで口を塞いでトランクに閉じ込めて、自動車を走行させる行為というのは、被害者の呼吸を困難にする行為をしているわけだから、ある程度は人を窒息死させる危険が、まあ、抽象的にはそういう危険がある行為だと言っていいだろうと。しかしながら、こうがガムテープで塞いだのは、部位の口だけであり、鼻は塞いでいない、そうであれば、 少なくともこの行為から直接的に人が窒息死する危険性はそれほど高くなかっただろうと考えた場合にここに問題の所在があるってことなんですね。本問は。いいっすね。はい。そうすると本問は第一行為それ自体には結果発生の高度の危険性が肯定できない場合だから 判例丸2の射程内にある事案として整理していくことになるでしょう。このように考えた場合、本問でも客観面の実行行為、実行の着手の認定において、判例の一例の実行行為論を展開していくという答案になっていきます。まあ、これに対してっていうのは、えっと、これと反対の認定をする場合、第一行為それ自体でも人を死亡させる高度の危険があるんだと考えた場合、まあ、ちょっとこの認定は無理筋かなと。 いう気がしますけどね。仮にそう考えた場合は、これは本文はまさしく、第一行為それ自体が危険、かつ因果関係肯定できる場合、こういう整理の仕方になっていくから、ここではまさしく判例丸1の射程が鋭く問われてくると。ねえー、判例丸1の射程をどう考えるかによって、論述の仕方が大きく変わってくる、っていうことになっていくでしょう。 え、本文を判例丸一の射程外と捉えることも、まず出題書士でもそこは許容されてるわけですよね。判例の考え方に従わない場合でもっていうふうに書いてあるから。はい。だからそこで皆さんがどう考えるかってことが問われる。いずれにしろ、この本文をどういうふうに分析して、どういうふうに位置づけるか。えー、そこではだから、クロロホルムの事案、そしてえもう一個判例丸二のね、事案の 特殊性事案の特徴そして問題の所在をしっかりと捕まえておいた上で本文を分析することができるとこういう視点が当案に出てくるということになるんですよ。あの実行の着手の論述例をここに書いといたんだけどだからこれ結局問題の所在が2パターンあるはずだから2パターンにこう対応できるようにね、えー、ここですけどまあ 論述例は一時読みませんけれども、第一行為それ自体に客観的危険性が認められない場合であってもという問題の所在の場合と、第一行為または第二行為のいずれによって結果が発生したか特定できない場合であってもというところが問題の所在の場合と、まあ、2つのパターンに応用できるように、2つとも並列的に論述例は作っておきましたけれども、あと書いてあることはクロロホルムの判例です。はい。 以上が、あこのね、えー、本文を分析するにあたって、皆さんが事前に判例の学習をどのようにしておく、どういう準備をしておくかというところの意識の話でした。実際に答案ちょっと見てみると、まあ、これもだから、えー、とこの教材、えーと、テキストについてた答案ですけれども、どうでしょうかね。今の問題意識が出せてますかね。どうですか皆さんこれ読んでみて。 うん。これはあれだね。この答案は、えー、ざっと読んでみた限りは、あの、第二行為で殺すつもりだったから第一行為の実行の着手が問題となるとは書いてないね。確かに。えっ、ー、と、ちょっと、もうちょっと、こんな感じかな。えー、だから、問題の所在については、えっ、ー、と、指摘できてるなという印象です。ここですね。実行行為のところですね。えー、実行行為とは、えー、構成要件の予定する 法益侵害の直接的現実的危険性を有する行為を言うと。本文で、こうは部位の口をガムテープで塞いだが、鼻を塞いだわけだが、ここの事情がね、出せてるって、ここが光ってるポイントですよね、だからね。ここの事情を指摘できたかどうかね。第一行為自体の危険性を評価している、ちゃんと。 第一行為では、ね、えー、鼻塞いでないよと。そうすると、口を塞ぐだけで死の結果の直接的現実的危険性が生じるとは言えないから、ね。はい。だから、第一行為単体で評価した場合の危険性をちゃんと言及してるんだよね、ここでね。だから、ね、予備にとどまっちゃう、まあ、監禁致死はいいや。予備、殺人予備の、ね、予備行為にとどまっちゃうんじゃないのかっていうのが、ここでの問題の少女、客観面のね。 問題の所在なんだよってことが指摘できていると思います。主観面の話してないでしょ。あくまでもこれ客観的、客観面での危険性が問題の所在なんだと。こういうふうになってるよね。これは、あ、これはわかってるなっていう感じで、まずここまで読めるよね。しかし、特定の犯罪を実現するための準備行為であっても、丸一、かかる準備行為が、 当該犯罪を確実かつ容易に遂行するために必要不可欠で、丸2、準備行為の後、当該犯罪を遂行する上で障害となるような特段の事情がなく、丸3、準備行為と予定された犯罪の間に時間的場所的近接性が認められる場合には、準備行為にも保育侵害の直接的原石。えっとね、うん、これだからクロロホルム3要素をここで出して展開したのはいいです。OK なんだけど、ちょっと言葉の使い方ね。通常、準備行為って言っちゃうと、これは実行行為ではない。 っていう意味になっちゃう。通常は。準備行為っていうのは予備、予備行為。っていう意味になっちゃうからえ、準備行為であっても実行行為だっていう言い方をすると、ちょっと言葉として矛盾する感じを受ける。えー、準備行為にとどまるのか、それとも実行行為と評価できるのか、が正しい言葉の使い方だと思います。準備行為にとどまって予備罪になっちゃうのか、それとも実行行為と評価できるのか。第一行為はどうなんだ それが正しい言葉の使い方になるかな。準備行為が実行行為か、みたいなね、そういう書き方になってるよね。準備行為時点で実行の着手が認められ、準備行為自体に実行行為性が認められる。こう言っちゃうとね、ちょっと通常の準備行為という言葉の使い方とちょっとずれてるので、準備行為ってのは実行行為じゃない時に使えます。だから、むしろ。実行行為じゃなくて、その前提行為が準備行為に留まるっていうのは、すなわち予備罪に留まる、そういう意味になっちゃいます。 えっと、だから言葉の使い方的にはさっきの判例丸2がそういう使い方をしてたよね。えっ、ー、と、ちょっと判例丸2を見ておくか。あ、これこれこれ。えっ、ー、と、8ページのさ、これですこれ8ページのまたっていうところの段落見れますまたっていうところ。えー、これ判例丸2の方ね。 え、被告人がまず被害者に自動車を衝突させることにしたのは、道場を刃物で刺し殺す前提として身のこなしの早い道場に逃げられないよう、その動きを止めるというにあり、被告人の計画では、まあ計画がまたキーワードで出てきましたけど、え、二つの行為が連続して行われ、密接な関連を持つことが明らか。で、統合的に評価すべき。こう一連一体の実行行為として評価すべき。この二つを分断して、 自動車を衝突させる行為を準備行為に過ぎないとする前提自体が誤っている。だから自動車を運転させる行為が実行行為ではなくて準備行為とするのは誤りだよって、そういう言葉の使い方だよね。このことは犯罪の実行の着手について構成要件に該当する行為、本件では包丁で刺す行為だね。一つ行為。 のみにとどまらず、これに密接あるいは、接着あるいは密接なる行為も含めて理解すべきことからも明らかであるというふうに言ってます。いいよね。だから、えー、準備行為という言葉の使い方はちょっと注意した方がいいかな。これまさしくこれさっきのさ、ここのところ、ここのところだけど、まさしくさっきの,あの処罰範囲の訴求的拡張っていうのを言ってるところなんですよ。ちょっと、えー、まあ今勢いで読んじゃったから説明します。こういう話ね。 で通常は、えー、ある時点で構成要件該当行為というものが行われてそこに実行の着手があるはずなんだよね。構成要件該当行為通常はある時点で実行の着手がだから構成要件該当行為が行われてその時点で実行の着手があると。 通常はね。だ本文で言うと、えー、刺し殺す、ねえー。包丁で刺す。これ、構成要件該当行為その開始時点で自己の着手がある。これが通常の判断だけれども、それをね、こう何と言ってるか。構成要件該当行為にとどまらず。これに接着あるいは密接なる行為も含めて理解する。だから、この前段階に、この構成要件該当行為と密接あるいは接着する行為。 えーまあ、密接行為としておきますか密接行為としておきます密接行為というのがこの前段階にあるとでそうするとここも含めて実行の着手を判断すべきだすなわち実行の着手はここなんだと判断されるとはいこれがまさに処罰範囲の訴求的拡張ですね前倒されるわけですね 訴求的に拡張するで先ほどちょっと言ったけど最近の判例はこの傾向非常に強い。ねえー、暴罪もね、そういう一環の中にあるんじゃない、えー、予備陰謀計画段階で実行行為としてもう、えー、処罰しちゃおうという発想。まあちょっと言い方悪いですけどね、<laughs> ちょっと偏見を込めて言って、ちょっとあんまり適切じゃなかったかな。でもそういう傾向があります、判例には最近ね。 だからこうあのこの、この議論をあんまり乱用すると、まあちょっとさっきも言ったけど、えー、予備罪を未遂罪で処罰するための弁法として使われる可能性がある。そこはちょっと注意しなきゃいけないかなと思いますけどね。やっぱりここの密接関連性をあの厳格に判断するというのは一つのあ,のあり方ですからね。ここを緩く認定したらもう何でもありになるから。 えー、この密接関連性はある程度厳密に、厳格に判断しないといけないかなと。そういう意味ではその当てはめのところの姿勢っていうのも重要かなと思いますよ。あの、規範だけ出して当てはめ適当にやっちゃうと、えー、これ何こんなに密接関連性が緩くても密接だと思ってるのかなこの人は。っていうふうに採点者に思われちゃうから。じゃあどうだろうえー、本問の、えー、と、答案を続けてみてみましょうか。 うん。えー、本文では V は運転席に、これ当てはめだよね。えー、こうに聞こえるほどの大声で叫んで、このままでは途中で誰かに気づいて通報等により救助されかねない。そこで V の口を塞ぎ、車から出られないようにトランクに閉じ込めたままにする。という準備行為、まあ、準備行為の言葉の使い方は一応指摘しとけよね。まあ、そういう前提行為だよな。前提行為を行えば、V は、え、声を出して助けを求めることができなくなるだろう。確実に焼き殺すことができる。 いいよね。これ、あの、犯行計画を考慮してください。そこがポイントよ。これ、計画上の第二行為との関連性を今分析してますよ。この、この事案実際焼いてはいない、そこの前段階でどまってるよね。事案としてはね。えー、採石場に到着する前に死亡したで、事案としてはここでストップしてるので、えー、実際その焼くっていう行為をしたかしてないかっていうところは、あの、明かされてないんだよね。問題文ではね。焼くまでもだから、焼いた、焼く、焼くという行為は、車を焼くという行為は、あの、計画上の行為。 のの第二行為との、えー、関連性をここで分析しているはそして再びトランクの中に入れることでトランクの中からは、ね、トランクを開けることができなくなる時系脱出することが著しく困難となり車に火を放たれれば部位、えー、は逃げられず死という結果に死亡という結果に至るそうすると部位から抵抗されることなく焼き殺すためには口をガムテープで塞いだ上トランクに閉じ込めることが 不可欠の前提となっていたと言える。これが丸一の当てはめ。また、V の口を塞ぐことに成功した場合、採石場に至るまで他社に V が A のトランク、A 社のトランクに閉じ込められていると気づかれることは考えられず、採石場は人里を離れた山中にあり、夜間人気がない場所であった上、この辺の事情をこう漏れなく使っているとかはうまいですよね。 問題文にあった事情をね、その、周囲の状況ですよ。周囲の状況から他者に発見される可能性というのがどの程度考えられるのかと、えー。この辺を分析する材料に事実を使ってるってとこはうまいですね。で、ガソリンも用意されていたのであるから、V の口を塞いでトランクに閉じ込めてしまえば、採石場で V を焼き殺すことに特段の障害はなかったと言えるぞと。そして、V の口をガムテープで塞いだ時点から、 え、焼き殺すつもりであった採石場までは車で約1時間距離にして約 20km 離れたと。あのね、ここ、これもね、皆さんの塔を見てると1時間 20km。えー、だから場所的も時間的場所的に近接性が認められるって書いてる塔は結構ありました。この年。でもよく考えてください。20km だぜ。まあまあ距離あるでしょ。でそこをなんか悩みなくね、近いって言っちゃうのは、ちょっとそれはやっぱりさっき言ったけど、ね、えー、この密接関連性の あの、認定は、やっぱ厳密に厳格にやっていただかないと、ね、最近の判例の傾向みたいにね、批判される可能性がありますので、ね、何でもかんでも未遂で処罰する気か、という話になるので、こう事案とか見てみるとさ、ま、ここまで覚えとけっていうつもりは全くないよ。全くないけど、ただ、やっぱり気になるんですよね。クロロホルムではどれぐらいの時間的な場所的な、ああ、距離があったのかな、というのも一応こう見とくとさ、例えばクロロホルムの事件であればさ、 事案から読み取っておくとね、えっと、この辺か、えっと、6ページ。午後9時30分頃に第一行為を呼んでますよね。9時30分頃で、約2キロ離れた港まで運んでます。で、第2行為に及んだのが7ページ、11時30分後二2時間ですね。2時間後ってことですね。 だから、クロロホルムの事案での時間的な場所的な関係性っていうのは、2時間2キロなんですよ。さあ、どうですか、本も。まあ、1時間20キロ。どうですか。距離がだいぶ違うよね。10倍違いますよ。で、10倍違うのに、ね、えー、20キロしか離れていないっていうふうに書いちゃうのは、ちょっとどうかなっていう気がします。えー、名古屋の方は、これはもうだって、もうその場そ、その時その場って感じだよね。えー、車で倒して、ね、 で、そこの場で刺すっていう計画だったからね、ね、えー、言い方としては、ここな、えー、同時、同所、同時、同所と言ってもいいほどの時間的場所的な近接性がある。まあ、名古屋の事案はそういうね、えー、事案でしたね。同時、同所という事案でした。だから、あの、ある程度場所が離れてるという意味では、名古屋よりもクロロホルムの方が参考になるな。本問でも。 でところが、クロロホルムのり10倍距離が離れてるからさ、だから20キロしか離れてないから近いですって言い切っちゃうのもあんまりよろしくないと思います。だ悩みを見せてほしいわけですよ、ねえ。結論として密接関連性を認めるっていうことでいいので、ね、そこに至る思考過程で悩みを見せてほしい。だからまあ、ここね、至近距離とは言えないがって、この一言が入ってますね。これ至近距離ですって言っちゃうのとはだいぶここでまたイメージが違います、印象が。これ至近距離ですって言っちゃったら、うん、そこ言えるか、本当にっていう、そういう突っ込みが入ります。 採点者側から。至近距離とは言えないんだけど、まあ、車で移動してるってことも考慮すれば、これもう少しく説明足すと、要は、被害者と加害者の距離としては全然変わってないってことを言いたいんだよね。ずっと同じシチュエーションで、しかも、ね、えー、こうもね、範囲を翻すことなく車をずっと運転し続けてるわけだから、全く同じシチュエーションで移動しただけと。 車のトランクにに閉じ込めて運転席に甲が座っているとこの同じシチュエーションで場所が変わっただけと。だから、ねえー、ポイントポイントで捉えれば距離は離れてるけれども、その間全く、なんていうか、事情に断絶が起きていない。同じ状況がずっと引き続いただけと。ここう考慮すると、距離が20キロあるっていう点はそこまで重要じゃないってことが言いたいんでしょ距離は離れてるの、確かに。20キロだから。離れてるんだけど、それによって密接関連性が否定される っていいうことにははなならないはずだっていうそういう認定なんですよそういうい悩みを見せた認定なんですよ。だそれができるといいと思う。ね、2 0キロしか離れてないんだから近いですっていうよりはそういう悩みを見せた上で認定するということの方が評価が上がるというふうに思います。はい、で結論としては第1行為第2行為密接関連性を認定して、ねえー、トランクに閉じ込めて走り出した行為の時点で事故の着手だと。 というふうに認定してます。で、あとは死亡結果、そして因果関係も認定できると。で、恋について。で、恋については因果関係の錯誤の処理をしてますね。えー、これはだから第二行為で、あくまでも殺害するつもりであったから、ね、え、第一、え、第一行為で客観的にはね、人が死亡してしまう。 で、第一行為が殺人罪の構成権に該当しているってことを前提に、えー、しかし主観面では第二行為によって殺害する、そういう認識であったことから、そこの錯誤の処理をしているということになります。まあ、ちょっと見てみるか。えー、本文では、こ、え、う、ー、は口をガムテープで塞ぎ、A 車を走らせる行為によって、V が死亡するとは思っておらず。はい。だから、思っておらずはこっちの問題提起になってるね。この答案でね。思っておらずと。そう。 え先ほど一番最初にさ問題文のこの「思っておらず」って「思っていなかった」ってこの事情を指摘して客観面の問題提起を始めちゃう答案が多いよと一番最初に冒頭でそう言いましたけれどもえこの参考答案ではこの「思っておらず」はやっぱり主観面の問題提起になってるね「恋」では認められないとも思えるしかしそもそも口をガムテープで塞ぎトランクに閉じ込めたまま A を走らせる行為は殺人を行う準備行為としてうーん まあこれもね準備行為という言葉の使い方が気になるけどね、一連の実行行為のまあ一部だよね、として行ったものであるから、この時点で、公は部位に対する殺意を有しており、殺人罪の行為は認められると。もっとも、公は部位を採石場で焼き殺す計画であった,ため、公が予定した因果経過と異なる経緯をたどっていると。 でそこで、えー、因果関係に錯誤があれば、行為が阻却されるのではないか、ということで、因果関係の錯誤の問題にしてますけど、ちょっとね、ここの整理の仕方も実は難しくて、特にクロロホルムの場合ね。クロロホルムの場合、これ実際結果が発生している事案でした。判例丸2と異なって丸1は。で、行為のところはこういう言い方してるんですよ。えー、っと、光っちゃってるな。画面、大丈夫かな。えー、7ページ。 ここね、クロロホルムを吸引させて V を失神させた上、自動車ごと海中に転落させるという、一連の殺人行為、一連の殺人行為に着手してその目的を遂げているから、たとえ認識と異なり、第二行為の前の時点で、V が第一行為により死亡していたとしても、殺人の行為にかけるところはないと。ここをどう読むかですよね。一連の実行行為に着手して、その、一連の実行行為、 と評価される行為、えー、すなわち第一行為プラス第二行為ですけどその認識に欠けるところはないんだから、えー、言い方変えると客観的に殺人の実行行為と評価される行為の認識に欠けるところはないんだからだからね殺人の行為に欠けるところはないよと、えー、そういうふうに言った、えー、すなわち、えー、第二行為で殺すあくまで第二行為で殺すつもりで第一行為では死なないと思っていたっていうのはそれはね えー、要は簡単に言えば第一行為の危険性の認識を変えていただけだよと評価の誤りだよと事実認識に欠けるところはないでしょうとあなたはクロロホルムを嗅がせるという行為はちゃんと認識しているとでそのまま海中に投棄するというこの事実は全部認識しているよと、ね、ところがクロロホルムで死ぬとは思ってなかったとっいうのはそれは自分の行為の危険性を評価を誤っただけでしょうと事実認識に欠けるところはないんだからだから行為があるよと、えー、殺人の行為は認定できるよと、えー、だからこの 累計の事案では、これ因果関係の策が別に問題にならないんだと。評価の誤りなんだと。事実認識に欠けるところはないから。まあそういうふうに認定した判例なんだと整理することもできます。あの、クロルホルムはさ、先ほども言ったように、 えっと、またこの番書を戻しておく。第一行為によって死んだか、第二行為によって死んだかがわからない事案だから、これ厳密に言うと、因果関係の錯誤が生じていたかもしれない事案なんだよね。第一行為によって死んだんだったら因果関係の錯誤ですよ。第二行為によって死ぬと思ってたから。 第二行為によって死ぬっていうのが主観で、客観が第一行為によって死ぬだったら、それは錯誤の問題ですね。客観と主観がずれてるから。ただ、わかんないから、錯誤が起きてたかもしれないし、起きてなかったかもしれない事案なんですよね。この事案はね。クロロホルムの事案。で、それに対して本文は起きてるんだよね。第一行為によって死亡したっていうのが特定できてる事案だから。え、なので、ま、当案戦略上はやはり因果環境錯誤の問題を論じた方がいいと思います。 クロロホルムは因果関係の錯誤が問題とならないんだっていうふうに、そういうふうに認定した判例というふうに整理することはできるけれども、やはり第一行為によって死亡しているっていう事案だしね、本問は。そうであればやはり因果関係の錯誤は論じた方がいいんだろうというふうに思います。あの、クロロホルムの方もね、あの、因果関係の錯誤がたとえ問題になったとしても、因果関係の錯誤は行為を阻却しないってことを言ったんだよと、クロロホルムの判例はね。そうやって理解することも可能ですけれどもね。 プロロホルムの意論っていうのもまただから二つの理解の仕方がある。因果関係の錯誤が問題にならないよっていうふうに認定したんだという理解の仕方もあれば、因果関係の錯誤が問題となったとしてもそれは声を阻却しないんだってことを認定したんだと。えーまあ、そこはいずれも理解の仕方があります。いずれにしろ本文は第一行為によって死亡しているという事案、客観面ね、死因が第一行為だと認定できている事案なので、そこが主観面の認識と食い違っているという点があるから、錯誤を論じた方がいいんだろうというふうに思いますね。 あとは法定的符合説をここで書いてますので、どちらも法的因果関係の範囲内であれば、とかね、書いてありますので、ここか。認識した事実と、実現した事実とか構成要件的評価として一致する限度で実現事実について行為が認められる。これが規範ですね。まあ、だから認識事実を基準として殺人罪の構成要件該当性が肯定できるんだったら殺人罪の行為ありと。 それが法定的不合説の考え方です。そして認識した事実は何か焼き,殺すだよ、ね、焼き殺す。焼き殺すまさしく殺人罪の構成権に該当する行為です。だから殺人罪の構成権に該当する行為あなたは認識してるんだから殺人の行為ありだよということを言ってるということですね。これいわばさ、えー、と例えばこのどこに書こうかここでいいか。 えっと、よく、だから、方法の錯語とかでさ、具体的事実の錯語とか、例えば、X が、ね、えー、客観面は、えー、主観面では A を殺そうとしてたんだけど、ね、弾がそれて、えー、B に当たっちゃって、B を殺しちゃったと。と、ね、客観面では B に対する殺人罪に該当しちゃってるとで。主観面では A を殺そうとしてたから、A に対する殺人罪。 に該当するる事実を主観面では認識しているとこういう事案が典型的な具体的事実の錯誤ですよね。で、これ、いずれもね、客観面の事実も主観面の事実も、いずれも殺人罪の構成要件に該当するわけですよ。ね、で殺人罪の構成要件に該当する事実を認識してるんだから、故意ありと言えるわけです。これが法定的法説の考え方。まあ、えー、B も A もいずれも人、だから人を殺す事実の認識があるよねと。で因果関係の錯誤も同じ話ですよね。 例えば、X が Y を殺害するときに、ねえー、主観面では、A という因果経過を認識していた。ね、まさに焼き殺すという因果経過で Y を死亡させることを認識していた。これはまさに殺人罪の構成権に該当する行為。ね、結果、因果関係の認識なわけですよね。ところが、客観面は B という因果経過で死亡してしまったとで。これ、いずれも殺人罪の構成権に該当する事実を認識してるじゃないですか。 だから、故意がありと言えるんだよと。まあ、法定的不合説の考え方を、まあ、まさに説明しているだけということです。えー、いずれも、構成要件的な評価として同一の事実ということですね。構成要件的に評価をするとね、ね、えー、人を殺す行為、実行行為、人の死亡という結果、そして因果関係、殺人罪の客観的構成要件に該当する事実を認識していると。はい。まあ、これが、ここでの故意論ですね。 はい。で、えー、まあ、故意は阻却されませんよということを言って、えー、以上より殺人罪が成立するというのが結論になっています。はい。で、まとめですけれども、やはりですね、 あのー、今日、ここで、えっと、学習していただきたかったのは、まあ、この判例の中身の話ももちろんね、えー、持ち帰ってまた復習していただければ、あのー、勉強の材料にはなると思いますけれども、そのこと自体、中身自体というよりは、やはり今後のね、えー、皆さんが、えっと、論文対策として学習をしていくにあたっても、これ、刑法だけじゃないと思いますけれども、今言ったように、えー、一つの判例を出発点として、この問題を解くときにね、えー、いろんな視点が出てきて、そこでは、その事案、えー、判例の事案の 特徴が何だったのか問題の所在がどこにあったのかっていうのを的確に捉えておくことによって本門の分析というのが鋭く、より鋭くねこう漫然と問題提起をして漫然とみんなが書くような批判書いて、パッとこう答案作ってくるんじゃなくて、より鋭い分析が可能になるということです。 でそれができるようになるのは、今言ったように、ね、こう判例の事案の特徴、射程というのを意識した、それを、えー、試行するという訓練を日頃から積んでいくということだと思います。まあえー、そういうのの、ね、一つの,、ね、その試行過程の、あるいは判例の分析の仕方の参考として、ね、き、えー、今日のこの話を活用していただければいいかなというふうに思います。はい、ということで、一応、今日のおガイダンスで話そうと思ってないよう、全部これで話しましたので、えー、これでおしまいにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした